こんばんは。ゴリラクマ、お疲れ。タコ、ありがとう。こんばんは。中村舞です。皆さんお疲れ様です。リップを塗りたい。うー、痛い痛い痛い。食べるとかだった。こんばんは。あ、黄色い鳥もありがとう。中村舞です。味あるのないよ。味ないです。一個もない。匂いもない。再販始まってて嬉しい。え、再販始まってますか？なんかね、私いつもね、再販が始まったかあんま気づかんくて終わってしまうんやけど、再販始まっとるんかいね。今日から始まったんか。え、なんか何回か再販しとるね。再販始まった。そう、毎回ね、多分感謝枠とかもサイン会とか、あの売り切れになってても再販でもう一回なんかちょっと復活するんで、ぜひトライしてみてください。前回ダメだったって人はお話し会待ちしてます。そうなのよ。前回ダメだった。ありがとう。私服の予定決めないの？あ、私服かどうかってことですか？なんかコスプレみたいのありますか？私服の内容はあんま決めたことないな。私服は、まあ、内容決めんけど、なんかやってほしいコスプレとかがもしあるんだったら、なんかぜひその機会にやらせていただきたいなっていう感じですね。私服はね、うん、なんかちょっと難しい。最近ね、お姉ちゃんから借りたりとか、お姉ちゃんとめっちゃ相談して、え、何着たらいいんかいねみたいな感じで前日までめっちゃ迷ってしまう。猫、何、ペンギン、ペンギン。ペンギンのコスプレ。あ、チャイナ服。私ね、白いチャイナ服はやったことあるんですけど、赤はないな。赤、え、あ、ないよね。白ならあります。CA さん、あ、 CA さんはでもね、やったんよ、割と最近に。そう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 、お話し会、花は誰のもののお話し会の多分後半ぐらいでやったけん、割と最近な記憶がある。ありがとう。巫女級。巫女さん、巫女さんですか？保育士さん、難しい。保育士さん、エプロンってことは、なんじゃこれ。コンペイトありがとうございます。赤ちゃいな服、なんかみんな赤ちゃいな服持ってそう。か、誰か貸してほしいな、赤ちゃいな服。めぐみ、めぐむ、求む。ありがとう。なんか、あ、これ、あ、あれか、ひしもちみたいな、あの
あれだ、ひな祭りギフトだ。ありがとうございます。ブレザーかっこいい。え、ブレザーってさ何、ブレザーって制服のことですか。制服、ブレザーの制服ってこと。私のじゃあ母校の制服でも着ようかなって言ったら学校がわーってなるわ。いや、そう、私の昔着てた高校時代とかの服はブレザーなんですよ。セーラー服は持ってる、持ってるけどどこに置いたかな。あ、ロフトや、ロフトにあるで。私制服めっちゃ持ってる気がするんやけど。すぐ偏差値を調べられる？うえー、そうなのそうなの、困った困った。わあ、すごい、おひな様だ。ありがとう。見てどうなってる、おひな様に、おひな様ありがとう。当時のまだ会うの？会う会う、いけるで。ただ愛媛にあるかな。ありがとう、リラックマコリラックマ。学校の成績良かった？うん、あんま良くなかったかも正直あんま良くなかったですね。教科にもよるけど、うん、あんま良くなかったかも。うん、なんか苦手な科目いっぱいあった、ほんとに。からね、そう、これは大変ですねって言われてましたね。いっぱい地理が苦手、社会系がね苦手かも。良くなさそう、良くなかったかも。うん。まあね、まあまあね、良くないよ、まあね、ドヤ顔しとこう。まあね、まあね。まあ、え、そうだな、ブレザーか。可愛く着こなしたいな。はあ、あのね、一個あって、コスプレ、確かにブレザーだったら入学シーズンだ、いいねなんかチャイナとかだったら、いや半袖なんですよ、だからもうちょっと先じゃないと寒いんですよね。結局こう上着を羽織ったりすることになっちゃうんで、それだと見えないじゃないですか。なので、あの長袖だったら嬉しい。ブレザーの中にパーカー、え、かわいいよね、パーカー着てブレザー、なんか制服と私服を組み合わせるのかわいい、いいねそれ。コスプレ、ブレザー、私は今もう学生じゃないので、そうですね、卒業してしまったので、高校は。ヘッドホン、え、絶対可愛い。私さ、ヘッドホン買うかめっちゃ迷ってるんだよねでさ、なんかお母さんがなんか、まいちゃんなんか誕生日プレゼント買ってあげようかってなんか言ってきてくれて、で何か欲しいものないのって言われて、ヘッドホンをおねだりしようかなって一瞬思ったんですけど、
そう、でもなんかヘッドホンとかってさ、めっちゃいろいろ種類あるやんか、分からんのよね、どれがいいとか、どれくらいが、なんかもうあれじゃん、ピンキリっていうか、本当にめっちゃ高いのもあるし、まああのお手頃価格のもあるし、そうだからどういうの買ったらいいかも分からんくてさ、イヤホンじゃなくて、そうヘッドホン、あのこういう大きい首にかけたりもできるようなやつ、有名なのが、有名なのが分からん、あんまり、すごいみんながいっぱいなんか言ってくれとる、分からん、猫耳、うん猫耳じゃないやつがいい、よくもありがとう、何この BOZE、 ボゼボゼじゃない、なんて言うん、これなんて読む、ソニー、ソニー多い、ソニーがいいよって、なんで BOZE、 やばい、コンタクトが浮いた、あやばい取れそう、ちょっと待ってね、有名だよって、なんかボゼで笑われた、だって普通に読んだらボゼじゃん、ボーズとソニーが言ってめっちゃ来たコメントが、ありがとう、うわなんかプレゼントありがとう、あとあれもコンペイトーも、何色がいいかな、何色がいいんだろう、白か、なんかつけやすい色がいいんだけど、あの奇抜じゃない感じの色がいいんだけどね、黒？ピンク？ピンクって何？薄ピンクみたいな感じ？ピンク？お腹鳴った。ぐるぐるぐる。ショッキングピンク。すごいめっちゃ目立ちそう目立ちそうだ、赤か白、ココアさんが赤持ってたんだよね、スピーカーが手に、あいつもね塞いじゃう、困った困った、ごめんね、サイリウムカラー、オレンジとピンク？分かっちゃうじゃん、目立つじゃん、なんかでもなんかこういうのね、まあ、挑戦とかできず無難な色買っちゃうの無難な色にしちゃう、相場さどんぐらいなの、みんなどれくらいのがあれだと思う、4万3万2万、まあそんぐらいですよね、7、え結構するね、3 10 5 3、あ3 4、1万くらい、3万2万、えピンキリ、本当にそうなんよ、めっちゃお高いやつは結構お高めですよね、2万4万、
なくさないよ。結構大きいもん。大きいもん。音にこだわるの？え？なんかノイズみたいなやつ？あんまりなんかそうやな。考えたことなかったな。でもいいのに越したことはないですよね。あ、でもそういう機能がいっぱいついてたら高いのかな。イヤホンはね、私ね、あの iPhone に付属されてるイヤホン、あれがもうあれしか使ってない。なんかなんだっけ、あの AirPods 買おうかなって一回迷ったんですけど、結局買わなかったんですよ。買わなくって、でなんかもうあのイヤホンのさ、イヤホンじゃないわ、 iPhone のあの付属のイヤホン、あれに慣れて、なんかあれが一番なんか自分の中でも馴染みすぎてね。しかもあと有線、そうそう、がなんか自分の中でしっくりきてて、いやそんな私がヘッドホン買うのかって感じですけど。 AirPods なくしそう。え、そうなんよ。なんか片耳とかだけなくしたらちょっと辛い。両耳なくすのも辛いんだけど。なくす？でもなんか携帯とおし、なんか教えてく、携帯が教えてくれるみたいな、この辺ありますよみたいなっての聞いたことあるけど。電車でよく落ちてる。困っちゃうね。なんかさ、新幹線とか乗ってたらさ、お使いのエアポッツみたいな感じでね、出てくるんだよね。なんかメンバーとシェア一回したらさ、そうなるのかな。なんかお使いエアポッツお使いですかみたいな、あるあるなのかなこれ。洗濯しちゃった、え、悲しい。もう使えないの？洗濯？水に弱そう。防水なの？あ、そうなの？あ、充電問題。え、有線は聞きながら充電できんよね。え、穴どんなんだっけ。携帯の穴で、無線は聞きながら充電はできるけど、無線自体の、あ、もういりますよね、充電が。ありがとう、あのあれすごいやつ。穴って言わないで。え、じゃあなんて言うの。え、差し口、差し口か。あのこのあれですよ、携帯の。なんかね、進化するから iPhone も。そう、今確認した、どんなあれあったっけみたいな。そう、いうの。そう、昔分かれてた、なんかイヤホン用と充電用みたいな。音楽聞くか、でもなんかイヤホンは欠かせないんですよね、常に。音楽はずっと聞いてるわけじゃないんですけど、なんか動画を見るときとかはなんかもうずっと欠かせんよね。とかなんか基本ずっと音を流したりするときはイヤホンつけとるか。
だからさ、新幹線でさイヤホン忘れたらめっちゃ絶望する、本当に。だって4時間イヤホンなかったらさ、まあもう寝るしかないよねもう、あ、これは寝るしかないわって感じ。めっちゃ寝るよ、諦め。本ね、本あんま読まないんだよね。でもこの間本ね整理してたら本めっちゃ出てきたの、なんか昔買ってた本みたいなのが。もうさ、その時すごい病んでてさ、なんか病んでた本がいっぱい出てきたの。なんかもう本当になんかタイトルからしてすごい怖いような本がいっぱい出てきて、私さこの時期めっちゃいっぱい病んどったんじゃなと思いながら、お姉ちゃんに没収されたその本は。もうちょっともうあんまりタイトルはちょっと言えないけど、なんかちょっとタイトルからしてちょっとブラックな闇な感じの、こう大丈夫かみたいな。人生、うん、そういう系だから人生の小説じゃなくってね、なんかなんていうんかね、自己啓発本っていうんかいね。ありがとうございます。そうめっちゃ買ってたんだろうねその時。今全然、うん、復活、うん、復活どうなんじゃろう。でも私もう根がそういう多分人間ないよ、もうそうだけど、まあなんかね、まあなんかね、まあそんな風にねしとってもね何も変わらんけんね、しょうがないよね。まあみんないろいろあるよねね、そう根っこの部分ってなかなか変わらんけえね。あとはなんか日々幸せを探すようになりました。すごい探すっていうか、なんか悲しい時もなんか、まあ、今こんな風にこう思ってこう悲しいけど、でもなんか自分はこういうことができてるじゃないか、うん、それだけで結構幸せじゃないみたいな問いかけをめっちゃ自分でするようになった。なんかね、そう悲しいことよりも楽しいことの方に目を向けた方がいいなってすごい思うし、あまりいろんなことに期待しすぎず、自分の中でなんかそうなんかそう幸せなことを見つけるようになった。でも日々幸せなことが溢れてるんですよ皆さん。
悲しいこといっぱいなの？いっぱいあるかもしれないいっぱいあってもそれも人生、まあ大丈夫。なんか楽しいことが多分そのうちある。あ、わ、ありがとう、おひな様になりました。人それぞれです。え、本当にそうよ。みんなやりたいことをやっていきようね。人の目が気になったりするけど、まあ大丈夫。自分が楽しいように生きるのが一番ださ。本当に私は悟りを開いたり閉じたりするのが癖なんですよ。そうなんです。ガハハハハハハハ。閉じるときもある。パコッ、閉じました。うん、開いてもまた閉じちゃうからそうだよん。ねえ、ちょっとそうね、あのとりあえずブレザー探すわなかったらどうしよう。どこで見つけたらいいんかい、ね、なんか探すわそう、ここまで話が伸びたんよ今。なんかあのコスプレからのヘッドホン着てなんか人生になったんよ急にうん、謎でしょ。話がめっちゃ飛ぶの。あ、ギフトありがとうちょっと壇上呼ぶね。コウジさん、アルフォートさん、トールさん、ハヤリンゴさん、マサキさん、キナペコさん、ダッチさん、ユズキチさん、福太郎さん、山道さん、みやびさん、ひょうさん、くまねパパさん、ありがとうございます。あ、今日の髪型はこんなんでした。見える？じゃーん、見えた？いや、なんか編み込んで後ろ、どう見えた？な、そう、なんか結んでもらってる、ここおやすみ、おやすみ。みんながね、服着込んでって言ったから今日ね2枚着たよ、ほら1、2今日はショールームで言われたなと思って2枚着ました、服を。またねまた明日